はい、レータカフミです。こんにちは、寺田由紀です。ということで本日はですね、居酒屋ホリエモンチャンネルということで、我々と一緒に乾杯してくださるゲストをご紹介したいと思います。本日一緒に乾杯してくれるのは、大阪の B 級グルメ串カツを全国に広めた人気串カツ専門の居酒屋チェーン串カツ田中の代表取締役社長、ぬきけいじさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。串カツ田中っていうから田中さんだと思ったら田中さんじゃなかったっていや、私結構それ衝撃的でした。絶対田中さんがやってると思ってました。田中さんは副社長だったんです。そうです、副社長です。でもいらっしゃるのは、あ、います。もちろんもちろん、いない人の名前つけないですよ。田中さんって女性なんですけど、はいはい、でそいの田中の家のレシピで、あ、はい、そういうこと。田中さんが大阪出身なんです。僕も大阪出身です。あ、そうなんですか。大阪出身。大阪どちらですか。僕はね、高槻の隣の島本町。あ、島本町、はい、ほぼ京都、もうそうそうそう、境目の、はい、なるほどなるほど。そうなんです、はい、ということ大阪人バサミでね、今日大阪人バサミ大阪人バサミでお届けしていこうと。大阪から来てるんじゃないんだけど串カツ田中は、そうなんです、実はね。そう、はい、はい、ということでですね、串カツ田中といえば、はい、あれをやりたいと思います。もういきなりですけど。いきなりですか。え、どうします。明るいうちからビールがいいですか。それでも、いや、チンチロでしょ。いいですか。田中といえばチンチロでしょ。はい、ということでですね、田中、串カツ田中に来たことある方は分かると思います。ハイボールをですね、サイコロを振って、はい、で、出た目で、はい、無料か、メガか、半額か、半額か決まるというですね、はいはい、チンチロ、名物チンチロやりたいと思います。じゃあ、ぬきさんもチンチロでいいですか。あ、いきます、はい、あ、チンチロで。じゃあ、僕から行きましょうか。堀江さんから行きましょうか、うん、はい、じゃあ、これ何が何でしたっけ。ゾロ目が、無料を、うん、偶数だと通常サイズで半額、奇数だと倍額で倍量です。奇数ゼロメガです。ありがとうございます。なんだお前おい、バラエティ的には一番いいの出しましたね。そうですね。じゃあ頼むよ。偶数ね。奇数頼むよ。あ、違う、ゾロ目か。ゾロ目が一番いい。よし、ゾロ目出ろ。奇数、イエーイ。ざまみろ。くそ、出ちゃうんですよ。あ、出ます。全員メガです。全員メガでした。皆さん、はい、ということでバラエティ的に一番最高の流れでねお届けしていきたいと思います。ここは僕が大好きな六本木店です、はい、ありがとうございます。なんとですね、私もよく来ます。六本木店は、はい、なんとバンカラの前にあるんです、うん、目の前よく行く。そうですね、はい、目の前というか道路を挟んで隣のビル、ね、そうなんです。だから締め串カツ田中とかやっちゃうんです。結構重いかもしますね。はい実はですね、はい、和牛マフィアでもイベントやってもらったんですよ。あ、ねえ、田中マフィア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 はカスうどんを和牛で作ったっていう、名物のカスうどんをめちゃくちゃうまかったです。串カツももちろん牛で、はい、あの時尾崎牛ですね。尾崎牛でやりました、はい、してすごかったですね。サンドがありましたね。はい、やりました。美味しかったです。いや、良かったですよ。面白かったですね。いや、盛り上がりました、ね、盛り上がりました、いや、結構緊張していったんですけど、高級食材も扱うし、リラックスしてできました。途中から。いや、良かったですよ。なんかね、あれなんですよね。田中さんって、田中さんっていうか、ゆきさんはあれなんですよね。もともとはなんか飲食は別の業態でやられてた。そうなんですよ。もともと高校卒業してトヨタ系の会社で働い10年働いて。あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、脱サラでショットバーからデザイナーズレストランって境界席とかそういうのやって、なんかやば行き詰まるパターンっぽいですよね。行き詰まるパターン、だって行き詰まるパターンバーでしょ、ショットバー、ショットバー、デザイナーズレストラン、レストランやって境界 席、典型的な脱サラパターンですね。まあそうですね、本当に思いつきで、そう、計画性もなく、ショットバーやっちゃったんですね。
いや、あの飲食店で働いたことないんで、ああショットバーだとそのまま簡単かなみたいな。ああ、なるほどなるほど。ノリでお酒作るだけだからだと、まあ、料理と比べたらビール入れるだけだら味変わんないからとか、はい、そんな発想でありがちなね。ああ、メガハイボールがでかいですね。でかいな、相変わらず。お昼に見るとさらにでかいですね。これはでかいな、はい、回してください。これをなんか平気で飲んでますからね、僕ら、はい、じゃあ乾杯。じゃあ乾杯、今日はよろしくお願いします。でかい。うわー、効くなこれ、うん、昼間から飲むと効くなこれ。あー、でも美味しい、うん、美味しいですね。美味しいです。なんか来ました。あ、サイボシだ。サイボシってなんだっけ。これ馬肉の燻製で、これも大阪名物なんですよ。ああ、そうなんだ。はい、はい、ということで今日はですね、お料理もご用意をしていただいておりまして、串カツ田中さんの名物のものを何個かチョイスして、持ってきていただいております。うん、ということで梅きゅうりとこちらがサイボシ、はい、私これ大好きなんです、うん、サイボシ。そうそう、ね、サイボシっていうんだ。私本当に田中めちゃくちゃ来てて、ありがとうございます。いろんなところにあるんで、うん、もう行きやすくて、いや本当に稽古の帰りとかにみんなで飲むのにちょうどいいんですよね。いや便利に使って、あれだよね、外れがないというか、外れないし安いし、うんうん、あといろんな場所にあるので、ありがとうございます。どこでも串カツ田中を見つけれるっていう。そう、なんかね、串カツ田中がいいなも嬉しいんですけど、うん、串カツ田中でいいなっていうのもすごい嬉しいんですよ。あ、もう何も考えんでやっこでええやんみたいな。あ、でもそれまさに私、そういうの使い方させてもらう。本当にそれはすごくありがたくて、ですごく実はそこにマーケットが深いような気がしていて、うん、あそこでええやんに必ず選ばれる店とか、うん、好き嫌いがあんまないですよね。あ、そうですね。だから一通りなんか何か食えますよね、うん、串カツって、うんうん、まあ安いのはあるんだけど、なんか楽しいですよね、うん、楽しい。みんなで選ぶのも楽しいですし、うん、どの串カツ食べたいとか、うん、あとやっぱでも外れがないってのはでかくて。あ、そうですか。料理の外れがないって結構でかいですよ。でかいよね、うんうん、でかい。いや、嬉しい。やっぱ格安居酒屋系ってまずいの外れあるんですよ ね、 ね、まずいのが多いんですよ。なんか最近よくできてますけどね。でもやっぱコンビニとかともう比べちゃうんで。あ、まあ確かにコンビニがレベル高すぎて、コンビニのレベルが高いじゃないですか、うん、本当に高いです。多分一番やっぱり脅威なのはコンビニでしょ。やっぱコンビニで最近はイートインみたいなの作って結構入ってたり、うん、それこそコンビニの前座り込んでビール飲んでたりとかですね。そうですよね、夏場は、うん、やっぱり価格とかも大事なんでしょうね。しかもあのお惣菜もこう小分けでパックに入ってるやつが最近種類が増えたんで、美味しいんですよ。3つとか4つとか買ってみんなでシェアが楽になったんですよね。美味しいんです本当に、まあ、だから気軽にちょっとプラッと一軒っていうのがもう駅前のコンビニになっちゃうっていう、うん、いやでも本当そうですよね。でもその構想ね、堀江さんがずっと言ってますよね。3、4年前にニュースピックスで、うん、コンビニが居酒屋化するみたいな話を書いたら、うんうん、すげえ炎上しましたね。あ、んなわけねえだろうくらいのことを言われたんですけど、その頃ちょうどイートインが出始めてて、でセブンの冷食とかがレベル上がってきた頃で、もう今やね冷食戦争みたいになってますもんね。いや今もう本当レベル高いですし、地方行ったら地方行ったで高齢者の方がご飯作るのめんどくさいから、コンビニでパパッと食べて買ってもう帰るみたいな、もう食器も洗わなくていいし、うん、なんかそういうのもあるみたい で、 うん、はあ、であのレベルになってたら変に作るよりうまいじゃないですか。いや、そうそう、1人分とか大変ですよね多分ね。いや、冷食の場合はさらに保存料とかも使わなくていいから、その弁当はやっぱりいろいろ入ってるんで食品添加物が嫌だなってっていう人も結構多かったと思うんですけど、冷食入ってないからね、うん、それもでかいんだよな。どうですかね、コンビニで串カツが出る時代は来る、聞きますかね。いや、なんかあったらいいですね。僕ら串カツ田中しか、まあ、今のところやらないって決めてるんですけど、はい、串カツ田中で例えば、うん、
田中のソースがスーパーで売れたらなとか、そういうことも夢見ながらですね。そっちですか。いろんな、いや、僕逆にコンビニが串カツやってきたら、うん、脅威なんじゃないかと思っちゃったんですけど、あ、僕らあんまり、うん、あんまり、いやいや、そうやった過去にありますよ。あ、そうなんですか。はいはい、あります、あります。串カツを、はい、出してきた時ありました。やっぱりうちがガーッと伸びてきた時に、やっぱり一遍試されるのか、はい、出たことありましたけど、あんまりやっぱり出なかったですね。それやったらなんかうちとコラボでやらせてもらうとか、最近ね、ラーメンとかでもコラボラーメンとか多いですけど、うんうん、あのそういうんでやらせてもらえたらなとか、そういうのは思いがありますね。うちが監修させていただいてとか。なるほど。はい、あのなんか僕らもいろんなお酒飲める人飲めない人、お子さんからいろんな人に串カツ田中をどうやって味わっていただこうかって考えてるんで、ね、ファミリーで来るっていうのは想像してました？ね、想像してなかったです最初はね。まあ本当に住宅街でやったこともあって、うん、お子さんとかすごい喜んでいただけたんで、今はお子さんにすごく力を入れてやってますけど、ね、ああうまそう。ということで、これおすすめの6本を用意していただいたんで、みんなで争奪戦したいと思います。争奪戦なのか好きなものをね、ちょっと季節もんのサンマなんかも。あ、サンマね、いいですね。何食べたいですか？これやっぱレンコンなんですよ。おレンコン派ですね。ミキさんも、どうぞどうぞ。何行かれます？どうしようかな、僕今日試食してきたところなんですよねすでに毎日だいたい試食してますからね。何を試食するんですか？いや、その季節メニューも挟んでくるし、うん、ちょっとなんか揚げてみました、こんなん揚げてみましたみたいな、もう、うん、だからそんな10本とか食べないですよ。毎日 2,3 本とか。バナナってありましたよね。バナナは普通にありますけど、今日だと例えばリンゴを揚げたらちょっと試食でみたいな、食べてみたとか、ね、テイクアウトもできるんだよ。はい、テイクアウトも、はい、なんかね、お昼ご飯とかに食ってみたいですね。あ、例えば玉ねぎと、今日だったらサンマと、うん、椎茸と、うん、なんか豚とみたいな感じでお昼ご飯。紅生姜食べていいですか？フロート。あのランチやってる店が若干はあって、そこだと、まあ、いろんな使い方がちょっとできるようになってたりね、まあ、してるんですけど、まあ、弁当はないですけどね。あれやったら良さそう。なんかパーティーバーレルみたいな感じで。そうなんですよ、それね思ってるんですけど、うん、なかなか運営の方が難しくて、すごい大量に100本とか言って、営業中に100本オーダー入っても大変なことになるんで。ああ、なるほど、なるほど。受け入れなかなか体制ができなくて。そういうことなんですね。そういうのもあるんですね。うん、確かに。だってパーティーにあの串カツ田中の、いや、なんかね、ちょっと盛り上がりそうですよね。そうです。でも別に事前オーダーだったらいいんじゃないですか。やっぱりできるだけね、揚げたてできるだけと思うと、はい、あれなんですけど、まあまあ、なんか例えばもう全然大赤字の店ができたてとかしたら、はい、そこをこうウーバー配置して、はい、と契約とかして全部できるようにしたら、テイクアウト専門の店にしちゃうとか。なるほど、ね、だったらあの工場みたいにしちゃうとかいうんだったらいいかもわかんないですけどね。揚げ物もずっとやってる。そうです、そうです。すごい工場ですねそれでもなんか串カツなんかでいろんなことができたら面白いなと思って、一生懸命串カツのことだけ考えて今生きてるんですけど。本日はここまで。大阪の B 級グルメの串カツを全国に広めた人気串カツ専門の居酒屋チェーン串カツ田中の代表取締役社長貫圭司さんにお話を伺いました。実は串カツ田中はホリエモンも常連。美味しいのにその値段の安さにびっくり。忘年会シーズンにぜひ利用してみてはいかがでしょうか。さて、次回はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。